ビア C7 は2005年5月にビアテクノロジーズが発表した X86 互換プロセッサである。開発コードはエステル。設計はサーエキサイ及び C3 同様、わずか100人足らずの技術者からなる9セントアチームが担当した。従来の同社 CPU 同様、低価格、低消費電力、使用頻度の高いアプリケーションにフォーカスした。 性能設計となっており、トータル性能では、競合他社製品に劣る面も多い。しかし、省電力性については中国、標準化認証センターから省エネ認定を受けるなど、評価がされており、カーボンフリープロセッサとして、省エネ面でのアピールも行われている。 C7 は CPU 単体では販売されず、主に 21mm 四方のナノブが2パッケージで、マザーボードにオンボード搭載された状態で販売されているが、ビアエピア、PN シリーズにおいて、例外的に、ミクロ PGA479 パッケージの C7 が搭載された。しかしこれは、同マザーボードのオンボード扱いであり、他のソケット479対応マザーボードでの、 動作は想定されていない。C7 は、公式には2005年5月に出荷開始となっていたが、市場調査によると、量産品はその時には出荷していなかった。2006年5月に、ビアとインテルとのクロスライセンスの期限が切れたが、更新されなかった。これは、2006年5月31日には、C3 の出荷を終了しなければならなかったからである。 またこれにより、ビアは、ソケット370に対する、製品化の権利を失った。競合他社は、一般的には、トランジスタ増大による、性能向上策を採用するが、消費電力の増加も招く。一方、ビア、セントアは、同社の伝統であるバランスの取れたパフォーマンスを目指す、手法を取った。ビア C7D 販売されている、C7 には3つの、 主なバージョンがある。ただしこれらを総称し単に C7 と呼称されることが多い。ビア C3 同様、主にビア社製ミニ、ITX マザーボードにオンボード搭載されて、組み込み市場で利用されているほか、英国イーブシアムテクノロジー、トランキル PC のカーボンフリー PC。 米国エエッー X システムズのノートパソコン、オコモデル A2 や一部のアンプックにも採用がされた。さらに2008年には、ヒューレットパッカードが C7M を採用した、HP2133 ミニノートプックを発表。ビアャプロセッサが、大手 PC メーカーの機種に採用された初の例となり、国内でも注目を集めた。従来の同社 CPU と比較し、 着実に PC 市場での存在感を高めている。ありがとうございます。